今日未明、青葉区で住宅2棟を焼く火事があり、男性1人が死亡しました。警察によりますと、今日午前0時20分ごろ、青葉区川平2丁目のタクシー運転手、高橋博さんの住宅から炎が出ていると、近所の人から消防に通報がありました。火はおよそ4時間後に消し止められましたが、高橋さんの住宅と隣接する住宅の合わせて2棟が全焼しました。火元の高橋さんの住宅からは男性1人が意識不明の状態で見つかり病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。警察が調べたところ、死亡したのはこの家に住む高橋さんと判明したということです。警察と消防が出火原因を調べています。